写実的な牛が描き込まれている本作ニベルネ地方の工作、今回はローザ・ボヌールのそんな傑作をたどります。ボヌールは19世紀のフランスの写実主義の画家です。本作をはじめ動物の姿をありのままに捉えた作品を多数残しました。本作ニベルネ地方の工作では広い空の下で大地を耕す牛たちを描いています。その動きも質感も土の匂いも漂ってきそうなほど生き生きとし、農夫たちの周囲やそして光景も写実的です。本作を描いたボヌールが活躍した当時の女性は一人で外出する自由さえなく、しかも美術界は保守的なアカデミーの元にあるサロンを中心とした全くの男性社会でした。そうした中でボヌールはどうやって画家となり傑作を生み出していったのでしょうか。その答えは男になることだったのです。画家の娘として生まれたボヌールはまず父親のもとで絵画の手ほどきを受けますが、画塾で男子生徒に混じって学ぶためにズボンを履いて男装をしたと言われています。郊外や家畜市場に出かけて写生するときも男装をして出かけました。動物画を描くことを決めたボヌールは小さな城を購入して自宅とし、そこで牛や鹿、果てはライオンまでを飼って観察したり、国立獣医学校に通って解剖学を学んだりしたのです。本作のような写実性の高い動物画という新しいジャンルを切り開いたボヌールは1848年のサロンで金賞を獲得し、1865年にはレジオンドヌール勲章を受賞しました。そんな海外でも成功を収めた女流画家の先駆者が描いた傑作なんですね。今回はローザ・ボヌールのニベルネー地方の工作を紹介しました。次回はあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた次回の動画で。